それや心理カウンセリングセンターの高間です。カウンセラーのカウンセラーになってしまう私という放送の、放送にいただいたレターです。気になるお話でした。魂年齢と関係あるのでしょうか。相談者さんの魂年齢が高いとプロの心理職でも自分の話をしてしまうとか、そういうことはないと思うんですよね。自分は逆で、カウンセラーさんはもちろんのこと、誰を相手にしてもカウンセリングされているようになってしまいます。それが嫌で仕方がないのに、どうしてもそうなってしまいます。どうしたら自分を隠せるようになるのでしょうか、というレターですね。まず最初の魂年齢が高い場合は別に、カウンセリングに来ないでしょうし、何らか迷子になられてカウンセリングに来られたとしても、カウンセラー、自分が来たカウンセラーの話を聞くようなことはしないと思いますね。それはとっても変なことなので、それは変なことだっていうのを自覚していると思うので、魂年齢が高いとね。だから魂年齢と関係があるのかというと、そうではないと思います。で、この方は誰を相手にしても自分がカウンセリングされているようになってしまうって書かれているんですけれど、これが一体どういうことなのかっていうことを考えると、おそらく相手に依存してしまうっていう話なのかもしれないですね。それが相手が例えば子供でさえ子供にも依存してしまいそうになるという話なのかな。そうすると、どうすればいいのかというと、依存しないように、子供にも依存しないようにするためにはどうすればいいのかというと、自分の精神年齢を上げていくしかなくて、そのためにはあれですね、自分に対して自信がないと精神年齢ってね、上がりませんから、自分の、感情を信頼してね、その感情とともに、生きていく、っていうことが必要になってくるのじゃないでしょうか。そうすれば人間関係に依存しなくなるので、誰を相手にしてもカウンセリングされているというそういう事態からは、抜けていくことができるんじゃないでしょうか。だから、自分を隠すっていうのとはね、正反対の話です。自分を隠すっていうことは、これ我慢するってことだから、我慢すると自分の精神年齢上がってきませんから、隠さないようにしてくださいね。それではまた。